見える開花メルマガこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。毎週火曜日はですね、中学高校生、の全国 Zoom の子たちに対してですね、この開花未来塾を私と斉藤悟先生やってるんですけども、昨日はですね、この話がかなり脱線してですね、このフォトンを通して自分自己肯定感ずっと高い状態をキープしていくにはどうしたらいいかなというところをですね、お話しさせてもらって、で、これぜひこの YouTube を通してもね、この皆さんが 知っていただければすごく楽かなというので、えー、すごくもうハイライト版ですけれどもお話しさせていただきます。この自分自身の自己肯定感をキープし続けるという習慣づけですねのところの話です。では画面の共有に入ります。子供ももできる自己肯定感高さをキープするプチテクニックというところです。まず私たちの脳みそっていうのはこの脳神経細胞、ニューロン。 っていうのをですね、い,いっぱいあります。で、えー、1700億個ですね、大脳、小脳、中脳とかで,ですね、この1700億個ぐらいのこの脳神経細胞がばーっいっぱいあります。で赤ちゃんの時には、この線がつながっていなくて、ほとんどこの玉、細胞しかないと。で、だん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 このいろいろ覚えていくと、 回路がどんどんつながってきます。はいはいできる、歩けるようになった、スプーンで食べれるようになった、しゃべれるようになった、ひらがな漢字割り算、掛け算っていう風にできるようになると、どん,どん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 この線が増えますと。で、この、このところ、これがニューロンですね。で、このつなぎ目のところをシナプス、線がつながっていくことをシナプスって言います。で、繰り返しやればやるほど、このシナプスが太くなりますということなんですね。 で例えば、自己肯定感回路、私すごいじゃんとかって自分が大丈夫だと思われる心の回路の,あの考え方ですね。その思考回路を太くすれば自己肯定感が高いと。で自己肯定感が低いのはどうして私なんてっていう回路をいっぱいつなげていて、それを繰り返し繰り返しやってるから、それが太くなっちゃってるだけだと。じゃあ、どうやって太くすればいいかと。じゃあ、その太くなるにおいて、いろんな方々が東北大学のです、ねえー、スマートエイジング研究センター、多岐。 先生の言葉で言うと、脳の回路というのは、細い一般道を何回も何回も通り続けると、なんと、あるとき突然、太い高速道路を作ると、こういうふうに細かった回路がですね、繰り返しやると、ピッとこう、太くなりますよと。皆さんも子どもの頃あんまりできなかったことが、今簡単にこうできるようになっているとか、いうことあると思うんですが、それは脳の回路が太くなって、電流、電気をですね通りやすくしているということですで。もう一方 前もご紹介したんですが、アメリカのですね、サイエンスに乗っていた、えー、バリナガさんっていう方がですね、女性の方なんですけども、神経則、まあシナプスですね、の中の神経がたったの1時間、繰り返し繰り返し刺激を受けると、なんとシナプスの接合部分の数が2倍になります。そんだけ太くなりますよ。ただし逆にですね、なんと3週間使わないでいると、 他のもっといっぱい使う回路の方に材料欲しいから、もう使ってないところの回路を外しちゃうというんですね。外して、こっちが使う方向の脳に使い続けると。例えば、えー、自分褒め日記を書き始めましたと。で、1週間、2週間やると、どん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 こう太くなるんですがあ、もう大丈夫だと思って、ある意味やめてしまって、それを意識しないでですね、このまたつい日頃の、また私ダメだわっていうふうになると、 せっかくつながった自分褒め、自己肯定感がポチッとこう回路を外してしまう。考え方、出来事に対しての捉え方も外れた状態で,で、どうせ私なんてっていう側をつなげてしまうということなんですね。3週間使わないと、の方のこうにどんどん脳の,の,の回路を、あの材料をつなぎ替えてしまうということをやっちゃってる。だから繰り返し繰り返しやると、どんどんそれが安定してきますよということです。じゃあ、どうやればいいかななんですが。 昨日子供たちにもお話ししたのが、習慣づける方法がアンカリングって言うんですけども、この船のアンカー、怒り、怒りを下ろして動かなくなるみたいに、怒りを刺しとけば、あ、そうだって思い出すみたいな感じにですね、この何かがあったら必ずそれをやるというアンカリングにですね、何を使うかというと、日頃絶対多分、まあ絶対触っててもらいたいものが何かというと、歯磨きやりますと。の歯ブラシに書きますと。 私よくやってるよね。俺よくやってるよね。と書きます。で、取れちゃうのでテープで貼っといてくださいね。マジックで書いて、で、セロテープで上貼っといて、俺よくやっているよね。と。で、歯ブラシ持,った持つために、あ、そうだ、そう俺よくやってるよね。という自分褒めをねぎらう、響かせるというのを1日1回、2回、3回やる、朝、昼晩やると、そうすると、あ、そうだと、と響きをやるので、繰り返しやると脳の回路が太くなります。それが、 歯ブラシがこのアンカリングになりますよと。これぜひやってください。ということで、まとめると。習慣は才能を超えるです。あの、私全然自己肯定感低いしと思う方は、もう習慣が勝負です。才能よりも、もともとの資質よりも、この習慣をやり続けていくことです。私自身も2012年の夏から、 自分を褒めを始めて、もう習慣です。えー、9年、9年以上ですね、えー、ずっとやってるから今があるので、えー、ぜひ皆さんもですね、この歯ブラシに書いて、私よくやってるよねとか、そんな私素晴らしいみたいに、自分が言ってもらいたい言葉をマジックで書いて、で、落ちるからセロテープで貼っといてですね、えー、ぜひやっていっていただければと思います。関連動画ですね、こちら、つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。 では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。